言葉遣いは誰でもいつからでも変えられる。それなら美しくて品があって相手への思いやりのある日本独自の言葉、大和言葉を使ってみませんか？皆さんごきげんよう、たえです。いつもご視聴くださりありがとうございます。今日も大和言葉の勉強を一緒にしていきましょうね。皆さんと一緒に徐々に大和言葉を覚えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回第26回目の大和言葉は七夕です。七夕は7月7日の行事で、もともとは旧暦の7月7日に行われており、季語は秋の季語です。7月7日は淑女こと織姫、剣牛こと彦星が出会う日とされています。織姫はこと座のベガ、彦星は和紙座のアルタイルで、この2つの星に白鳥座のデネブを加えて夏の大三角形となり、これら3つの星を結ぶと相合傘ができます。また、七夕には赤、黒または紫、青、白、黄色の五色の短冊に願い事を書いて、竹に願いの糸を結びつけて飾ります。七夕は古来7月6日の夜から7日の早朝まで行われ、室町時代頃には七夕の日に700首の歌や短歌を作って遊んだという記録もあるそうで、七夕の日に歌を詠むことは一般的な遊びだったようです。ではここで一つ、七夕を詠んだ松尾芭蕉の歌をご紹介します。七夕の合わぬ心や宇宙天、意味は本日は雨の七夕、二人が天の川を渡って会えれば宇宙天だけど、天の川の水かさが雨で増して会えないだろうから、二人の心はきっと宇宙天のように土砂降りの雨だろうな。余談ですが、宇宙天は宇宙天をかけた造語で、本来の宇宙天とは仏教の世界観の一つで、天上界における最高の天、つまり生きとし生けるものがたどり着くことのできる最高の場所が宇宙天です。話がそれましたが、七夕伝説では諸説ありますが、雨でも勝ちガラス、高麗ガラスなどの別名がある鳥のカササギが愛の架け橋を作り、二人を合わせてくれるそうです。はい、いかがでしたでしょうか。今回は7月7日の行事、七夕のご紹介でした。もし参考になった、また見たいと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。これからも応援していただけたらとっても嬉しいです。ところで皆さんは最近いつ夜空を見上げましたか？七夕の日には夜空を見上げて願い事をしてみてはいかがでしょうか。願い事をしたことで素敵な思い出ができることを願っています。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画までごきげんよう。ではでは。